皆様晩行けばお楽しみいただいてますか。ここからの時間は晩スタンさんのコーナーです。今回は新人騎手として活躍しております中村太陽騎手です。プロフィールをご紹介いたします。2002年11月26日生まれ、道南森町出身の20歳です。小学4年生の時、初めて競馬場で騎手を見て、自分も注目される騎手になりたいと思い騎手を目指しました。実家が生産馬主ということもあり、小さい頃から馬と親しみ、草馬場の騎手として活躍、デビュー前から注目されておりました。昨年12月10日ヤマサンレジーナで騎手デビュー、翌日 J スターで初勝利、憧れの騎手となり未来の万栄競馬を担う逸材です。それではお待たせいたしました、中村太陽騎手にバンスターアンサー。はい、率直にそうですね、嬉しかったです。まあ、家族含め厩舎のスタッフさん方、調教師さん方がみんなで喜んでくれました。こう年配の人とこう一緒に混じってこうレースしていたんで、まあ、小学生だろうか、まあ、関係なしに、そうですね、あの手加減なしにというか、もう全力でみんな勝負にしに来たんで、そこが印象的です。一時の、まあ、筆記試験でもすごい、まあ、助けてもらった部分もありましたし、まあ、技術面に関してもこうお互いに共有できるというか、いろいろこうまあ、話し合えた部分もあったので、はい、良かったかなと思います。まあ、これといって特にあの何をするとかはないんですけど、そうですね、あ、まあ、なんだろう、まあ、肉か寿司が好きなので、休みの日は、まあ、行けるときは食べに行きたいなと思っています。騎手になって、まあ、多少厩務員やってた時とは、まあ、スケジュールがこういっぱいになったというか、いろいろな面で忙しい部分があります。まず基本、まっすぐ走らせること、馬とまあ喧嘩をしないことですね。はい、まあ今同様にじゃないですけど、まあレースに対して一生懸命に、そうですね、自分の乗る馬と向き合いながら、その乗る馬のなんていう能力を、まあ、最大限自分が引き出せれるようになりたいなと思っています。12月から騎手になって1ヶ月ぐらい経ちますが、まだまだ本気で先輩方に負けないように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。実況アナ2人もメロメロ、良さを語り出したら止まらない、そんな中村太陽騎手、本当に素敵な青年だと思います。それでは今回ベストクエスチョンに選ばれたのはこの方、あさこさんです。おめでとうございます。さて、次回ご登場のプレイヤーは今市博騎手です。どんなクエスチョンがあるのか皆様お楽しみに。それではバンスター